ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ 718K-MAN GT4 2021年式、走行距離500キロの車両になります。これほぼ新車じゃないですか。そうですね、まあ、500キロって言ってますけど、まあ、実際は全然もっと少ないです。少ないです、はい、単位が500キロ刻みになってるから。いや、500キロってまあ一応ご納車するまでに多少距離が伸びちゃうので、ちょっと多めには、はい、記載させていただいてます。ちょっとじゃあ詳細な距離はこの後ちょっと確認したいと思ってますけど、はいはい、もうとにかく車がピカピカっていうことで、そうですね、まあ、なんでこんな新車みたいな車が入庫したかっていうのはまあ後ほど、はい、ちょっと聞いてみたいと思います、はい、そして僕つい先日 SNS で、はい、K-MANで全飛行機でこうガラッとこうあったじゃないですか、はいはい、で音を取るか速さを取るかみたいな話に出てたんですよ、結構そういうので選ぶ人もいるんだと思ったんですけど、はいはいはい、GT4 買えば両方取れるじゃないですか、はい、そうですね、はい、だからもうそこを迷ってる人はもう最高な次第だ。まあそうですね、まあ、GT4 でもね、前今と昔前からだとって ね結構98と違いますからね、うんうん、ありますからね、はい、で今回ちょっとご紹介させていただくのが3台目ってことです。そうですね、はい、名古屋店で2台と、はい、撮ってますんで3台紹介してる会社もちょっと珍しいですね。ただでも、はい、ポルシェってもう同じ車ってないじゃないですか、ほぼ装備でですね、はいはいはい、もう装備で全然ガラッと変わってくるじゃないですか、はい、変わりますね、ちょっと改めてになる部分が多いんですけど、はい、ちょっとこの個体の特徴なんかを今回詳しくお伝えしたいと思います、はいはい、まあ、土のリアクション芸はちょっと今回はない、そうですね、市場のリアクション芸は持っちゃったんで、はい、もう前回おーなんて言っちゃったんで、はい、分かりました、はい、ちょっと外装から、はいはい、まあ、とにかく全部専用のパーツ で、はい、でなんか981からかなりその空力の特性がアップしてるんですよね。そうですね、そういうのが売りですよ ね、 やってますね。なんか調べたらいろいろこうリフレッシュされてて、はい、なんか 50% ぐらいこう、はい、アップしてるとかって見ました、ね、そうですね、はい、空力はかなりなんか、ね、他の YouTube とかで空力をかなりこう説明している YouTube もありますよね、はい、まあ、フロント周りだったりとかリアのウィングとか、はい、あと下回りがかなりこう、そうですね、ですよね、はい、なんかマフラーのなんか設計新しくして、そうです、ね、なんかディフューザーがリフレッシュされてて、はいはいはい、だその辺でも流れでいきますか、ガラッと変わってるっていう、はいはい、そしてもう GT4 といえばこう、はい、なんていうんですか、もう走りの車ですから、はい、もうパーツちょっと質素な感じかと思いきや、はい、今回このオプションのヘッドライトがついてるんですね、はい、豪華装備なんですね。豪華装備です。あれフロント周りの風回り行きますか、はい、風回り行けますか。僕ふわっとしか見てないんで行けないです本当ですか、はい、いやこの、はい、この下のここをこのカーテンですよね。いやこの下のボツ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 、あ、はい、ここは結構特徴みたいなんですよ。あ、そうなんですか。ゴルフボールってよく言われているような、はい、ディンプル加工的な、そうです、それでこう流れるっていうのと、ここの、はい、ちゃんとここが抜けるようになってて、これが効いてるんですよね、これが。そうですね、はい、そうですよね。あとはここですよね、もうポルシェのレーシングモデルというか、はい、スポーツモデルといえばこの先端が、はい、なんかもう GT3 とかにも通ず、はい、通ずる形状っていう。もともと GT4 っていうのがそのなんかアマチュアの最高峰なんですよね。 GT1、GT2、はい、GT3、GT4 っていう、はい、あ、レースのね、レースの、はい、だ結構この日本だと馴染みないですけど、ヨーロッパなんかだともうアマチュアレースのなんかトップグレードじゃないですけど、はい、もう結構馴染みのある、はい、それから GT4 って来てるんですからしいですよ。あ、名前の由来にもなってるんで。じゃあ GT3 は GT3 なんですか、はい、そのクラスの、うん、みたいですよ。もう完璧に一致するかどうかわからないですけど、はい、そういうところから来てるらしいですよ、はい、そして勉強になります。とんでもないです、はい、間違ってたらすいませんでさっき触れたね、このヘッドライトのオプション、はい、LED の、はい、これも結構いい金額のオプションになりますね。30万超えですかね、はい、しっかりそのついてると、はい、結構1回、ね、体感するとね、そのヘッドライトが動くのって夜なんかは全然、あ、確かに確かに、はい、いいと思います ね、 そうですね、はい、なかなか試乗するのがこう昼間がほとんどなんで、ええ、そのライト周りとかっていうのは体感できないですけど、ええ、あ、そうですか、はい、一回やっぱり体感すると、で実際自分の車動かなかったりすると、 あれ動かないんだと思ったり、ね、しますから、そんな部分もあると。そしてもう特徴的な足元、はい、もう専用の足回りになってて30ミリダウンでしたっけ。はい、もともと車庫帳なんですよね。そうですね。で調べたらなんかビルシュタインの車庫帳、はい、しかも車庫帳も車庫帳でこう直巻きのこの、うん、これなんていうんですか、樽型のバネじゃなくて直のバネの入った、はいはい、もう本当にそのままサーキット行っちゃいますみたいな足回りになってると、
で、あとはなんか足回り他にもアーム類とかその、はい、がなんか GT3 と、はい、かなりこう、はい、その似たようなあの共通パーツを使ってるって、はい、ですよね。だとこういう詳しいとこ行くと品番とか見ると同じのみたいですよ、使ってるのが。そうなんですか、はい、まあ、あのここにですよ、ここにある品番見てると拾っていくと同じように使ってるって言ってましたね。なるほど、はい、そしてもうホイールのデザインに関しては、まあ、専用ですけど、はい、もうそのまま GT3 のホイールを彷彿とさせるような、はい、このデザイン、そしてブレーキもしっかり大きいものに、はいはい、ついてると。はい、ただ、ね、この上であのカーボンセラミックもあるんですよ。あります、はい、でしかもそのカーボンセラミックが911シリーズと同じサイズになるっていう、はい、あブレーキの方ですね、はい、だから全然その差別がないというそこまで、うん、であとは横に来て、はい、ミラーですね、はい、ミラーも一応後で内装の時に調べますけど一応電動ミラーがオプションで入っております。つ、はい、いてるんですね。ついてます、はい、あと GT4 といえば特徴的なこのサイドブレードというか、はいはい、ここもね GT4 なんで 特別ですよね。ロゴもしっかり入ってる、ね、はい、だグレードとしたらやっぱ K マンってやっぱりこのクラスになってから増えたじゃないですか。ベース ST、GTS、GT4 ってでそこでこう多分 GT4 でこれが入ってるってことは GT4 のやっぱ空力のところはかなり考えて、ね、はい、作られてるんじゃないかなと思います。そして後ろも行きましょうか。後ろもだってもう295号ですよ、はい結構ふざけてますよねもう。まあまあそうですね、はい、この295のしかもタイヤもこのスポーツマックス、はい、ダロップですよね、はい、ベース2っていう反則みたいなタイヤが標準装備ってことで、これ以外ないですよね基本的に。これがついてます。そうですね、ポルシェは推奨これですね、はい、そしてなんかリアも結構その GT3 のパーツというか、はいはい、技術が入ってる。入ってますね、はい、ただ足回りが911系と違うんですよね。そうです、大きく違いますね。なんかマルチリンクなのが、うん、あのケイマンになると普通のストラットになる、はい、ストラットなんて。そこがやっぱり違いますけど、まあ、実際でもど乗ってみてどうですかって感じですよね。でもよくレビューとかしてる清水和夫さんってご存知ですか。分かりません。自動車評論とかしてあ、はいはいはい、が言ってましたけど、はい、200キロ以上出すと結構違ってくるって言ってました、はいはい、だからもう日本の一般道だったら、はい、多分その接地感とかはもうほぼ体感できないんだろうなっていう、はい、そうですよね、はい、でもロマンとかタイムを求めてる、求める人は、はい、部分かなっていう気がします、はいはい、じゃあ、まあ、ストラットだからなって言った人は、はい、多分頭でかちの人ってことですね、 そうですね、はいはい、そして後ろ行きましょうか。後ろ行くとテールランプだったりがもう GTS とかのこの黒いテールランプが標準で、あとこのウィングですよなんといっても、はい、まあ、しっかりロゴなんかも GTS と同じように黒くなってたりとか、はい、さっきの言ったその空気抵抗っていうのはやっぱ後ろにもかなり来てる部分ですね。 こちらからこういう流れとここのところと、であと下ですよ ね、 ここですよね、ディフューザーを抜ける、はい、下がすごいですよね本当真っ平らで、はい、すごくないですか。だってこう多分そのなんかよくテストとかあるじゃないですか、はい、風のテストとか風洞実験、風洞実験したらここすごい出てくると思いますよ。それなんかホームページがなんか使われてましたよ。そんな、あ、そうですか、はい、流れてる絵が、あ、本当ですか、はい、それちょっと 見てないですね。でも最近なんちゃっても多いじゃないですか、はいはい、ディフューザーって、はい、でもフォルシャ本気なんだなと、はい、全部前から後ろ前まったいな全部続いてるっていう、はい、本当上以上に下の整流って大事なんですよね。だと思いますね、はい、だって車って浮く、今日浮きますもんね。そうそう、はい、そこを流速を高めるとこうダウンフォースって下に押さえつける効果引っ張られるんで、まあその辺なんかもしっかり設計されてると。本当にデザインと走りと本当に考えた車ですよね。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、びっくりですね、ここびっくりポイント。え、なんでですか。え、この空きが、あ、ダンパーの元気さがすごい。ダンパーの元気さがすごい。さすが新車っていう、はい、確かにウイングついてるとタイヤさえこう重たいじゃないですか、はいはい、それがシューターからってすごいですよね、はい、確かに新品たるところですよ、ね、うん、でもこれでも新品だからかな。いやー、でも結構年式古い車はこう違いますよ、うん、そうですよね、はい、あ、でもカイエンとかはね結構弱くなったりしますからね。あ、そうなんですか、はい、上げた時にあれこんなのこんな上がるんだと思って、はい、結構だからミニでもその交換する機会あったんですけど、はい、大体皆さんこう上がんなくなったり、はい、こう保持できなくなってから交換するんですよ、うん、はい、交換してからびっくりしますよ、はい、そうです、ガーッて上がってきて、はい、まあ、その辺もしっかり余談ですけど、はい、ピカピカなところでございます、はい、あとはこの辺以前ご紹介した GTS と、はい、基本的には一緒ですよね。同じですね、はい、だから基本的にはゴルフバッグは入りません。で、なんか小島さんがこれ取って寝かせれば入るんだぜってやってたじゃないですか前回、はいはい、いやいや、で
でもそんなことしてる人いないでしょと思ったんですよ、はいはい、したらそれも SNS でゴルフバッグ2個積んでる人いました。本当に本当に2個2個びっくりしましたよ。かなりつまもんですね、まあ、サイズもあるのかもしれないですけど、はいはい、普通にゴルフバッグをこういうふうに2個入れて、うん、はい、閉めてました普通に、はい、すげえと思って、ね、やっぱりいるんだと思って。いますね。だからここですね、ここを外してもらって入れる感じで、だ使い勝手いいですよね意外に。前後ろ使える、まあ、そうですね、まあ、よく工夫ですけどね、はい、鉱石がないから、はい、であとはまあちょっと復習になっちゃいますけどこの辺に小物入れがついてたりとか、はい、あとこの辺のオプションのマットがついてたりとか。そうですね。でこのレイアウトが取れるのもなんか911とエンジンがひっくり返しなんですよね、はい、ですよね。あ、そうなんですか。らしいですよ。911ってエンジンがこっち側に乗っててこのキャビン側にミッションが来る、うん、あのレイアウトなんですけど、はい、K-1 とかボクスターって基本的にエンジンがここに乗っかってて、はい、ミッションがこっちに来てる、はい、でミッドシップでなんていうんですか、ここのリアエンジンのひっくり返してってことですよね。その辺でもかなり違う車になってるんです、はい、一応ここ開けておきますか。これ皆さんの頭ご存知だと思いますけど。あ、開けられるんですか。開けられます、開けられます。ショックの頭じゃないですかこれ。違います違います、僕ショックの頭だと思ってました。ここは水入れるんですね、はい、ラジエーター冷却です、はい、冷却。こっちも開くんですか。そっちも開けますよ。ちょっとぐるっと回します。本当だ、オイル。あ、そういうことなんですか。そうそうそう、だから簡単な整備っていうか、あの水がなくなっちゃったり、はい、オイルが足らなくなって、まあ燃焼してなくなっちゃうときはそこから補充するから。恥ずかしい、ショックの頭だと思ってました。本当ですか。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。もう男の車なんで、はい、まあ、当然車何でしたっけ、エントリー&ドライブなんて設定ないじゃないですか。はい、はい、ないです。ないですよね、はい、そして開けるともう男の車なんで内装が豪華になってるじゃないですか、はい、そこはチープじゃなくていいんですね。そこはね、はい、で今回はちょっと今まで紹介してた GT4 よりかは豪華ですよね、内装が。いやいやいや、内装とか装備が。名古屋店でご紹介させていただいたのって、はい、もう車こそ同じですけど、はい、マジでこう対極なんですよ、はい、何にもついてないって、はい、それが今回の車、はい、なんとこのレザーのオプションがついてて、ついてです、はい、ダッシュボードとかドアとかえらいことになってるじゃないですか、はい、なってますね。そこはちょっとお乗りいただきながら、はい、じゃあちょっと乗ってみたいと思います、はい、そしてシートは18ウェイト、あ、違う8ウェイト2ウェイがあるんでしたっけ。あとクラブスポーツのフル分けが、はいはい、で今回の場合は標準の、はい、今回だからカラーステッチがオプションで入っているので、なるほど、赤のあれが入ってますね。これじゃなくてもいいと思いません。そうっすか、ここは演出なんでこれじゃないですか。あ、演出ね、はい、でも使いづらいですよねこれそういうこと言っちゃうんですか。いやでも車的にはやっぱりここ紐は、うん、紐がいいですか、ついててほしいです僕は、はい、であとまた紐とこのこんな感じが、はい、ちょっとおしゃれな感じ、はい、おしゃれですよね、はい、赤が選べて女子受けめちゃめちゃ悪そうですけど、はい、何この乗れない、降りれない、降りれないです、こんなね1000万オーバーで紐みたいなねそしてこれ こっちを引っ張る感じなんですよね。そうですね、はい、そうなんですよね、こっちじゃないんですよ、はい、でもある意味ちょっと癖がある方がいいですよね。まあまあまあ、そうですね、はい、そしてしっかり電動格納がついてる、はい、電動がついてます、ついてるんですね、はい、だから本当にこうレーシーな極みの車なのに、はい、快適装備もしっかりついてるという、はい、そして内装こっちに行くとステアリングはもうこれちょっとちっちゃいんですよね。そうですね、はい、1センチ小径になってるっていう、はい、そしてこのセンターマーキングも赤いアルカンターラのマークがついております。そこもオプションですね、はい、そして当然マニュアルで GT4 なんで何もないというこの辺は、はい、すっきりしてていい感じです。そしてこの豪華なダッシュボード、いやいい感じですね。でエンジンもちょっとこのメーターのところ触れますけど、なんかあれなんですよ、992とかに積まれてるターボのエンジンを NA 化して、はい、そうですね、はい、ボアアップしてるっていうふうに言われてますけど、でもなんか一説によると本当に新規格みたいな、あーなるほどなるほど、うん、感じでも作ってるような形みたいなんですけどね。なんかスペック的に見ると GT3 から持ってきてるかと思いきや、はい、そうじゃないんですよ。そうじゃないですね、はいはい、やっぱり GT3 なんかかなり特殊な、ね、いろんな部品使ってたりとか、はい、処理がされたりするんですけど、そんなのなってるらしいです。そしてナビ周りに関してはちょっとオンにしてみましょうか。マップ小島さんの評価的にはどうでしょうか。何ですか、ナビは。いや別に普通です普通普通です、はい、はい、
可もなく不可もなくっていう感じで、はい、でも使いづらくはないですよね。ないです。いやいや、評価としてはいいですよ。ああ、なるほど。あのすごくなんていうんですか、まあまあ、あの普通ですって感じなんで特に癖があるわけでもなく、はいはいはい、なんで使えねえとかなんか、はい、なんかダメだっていう普通さじゃないですよ、はい、あの普通ですみたいな。そんなに特徴がある感じではないんで、はいはい、万人受けする感じじゃないでしょう、はい、でメディアに関してはラジオと、はい、あとソースこの辺が、はい、ジュークボックスですか、はい、あと Bluetooth がしっかりついてると、はい、で今回の車、まあ、男の仕様の車ですから、はい、エアコンなんてマニュアルエアコンと思いきやこれオートがついてるじゃないですか。オートですね、はいはい、しかもシートヒーターもついてる。シートヒーターもついてます。めちゃめちゃ豪華な GT4 になってると、はいはい、であとはシフトもちょっと短いんでしょ。短いですね、はい、だギア比に関しては普通のと一緒なんですよね。同じです、はいはい、こんな感じになってると。であとこの辺オプション関係がこんな感じです。スポイキだったりだとか、はい、この辺がしっかりついてた。そしてこの辺はもうおさらいで、あ、スモーカーパッケージになってるんですね。そうです、なってます、はい、そういうとこあの気に気をつけやすくですねさすがですね、はい、そしてアームレストの中はこんな感じです、はい、もうとにかく車内の高級感がすごいです、はい、シートもそうだし、はい、ダッシュボードもそうだし、そしてグローブボックスは、はい、こんな感じで、はい、インディシーですね、はい、あとドリンクホルダーと、はい、はい、ハンドル良くないですか。いや、ハンドルいいっすよ。このしっとりしっとりだし、しかもほぼ新品じゃないですか。そうです、ね、なんか触るのが申し訳ないぐらい、はい、ケバケバしてる。そうですね。でこの前ちょっと買い取りした車でちょっと距離走ってるアルカンタル の, あのハンドルあったんですけど、その若い子にこれとこれ触り使い比べるこれが新品だよって言って、そんな感じね、いやびっくりしちゃいますよね、はい、もう本当に。でもケバケバの新品ステアリングです、ほぼ。そしてピラーだったり天井もしっかりアルカンターラで、バイザーだけですかね、普通のこのビニールの、はいはい、あれバイザーフェチ、バイザーだからこれもアルカンターラにしたいっすないっす、はい、したいっす、はい、あと、はい、一応ドラレコと、ドラレコフロントリアと両方、え、リアもついてるんですか。リアもついてます、はい、なんですかこの豪華装備の車は、はい。あとさっきでもホイールの時触れなかったですけど、テーダストパッドもついてますよね。え、そうなんですか、はい、じゃあもう至れり尽くせりじゃないですか。じゃあもう街乗り最強仕様です、ね、最強ですね、はい、こんな感じの内装です。はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、あれ、これもオプションこれついてるじゃないですか。オプションというかアクセサリーのトレーの、え、さっきトランクもついてましたよ。あれセットなんですか。セットかどうか分かんないですけどトランクもありますね、しっかりその辺もついてると、はい、使用感ゼロです。はい、はい、もうなんで手放したのか謎です、はい、まあ、この辺はしっかりちょっと小島さんに事情聴取して、はいはい、なんでうちに入庫したのかちょっと聞いてみたいと思います、はいはい、続いてデッド周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。早速いいですか、はい、100点です。100点、はい、100点です。ちょっと待って、走る前に、はい、1個いいですか、走る前に、はいはい、距離数さっき500キロって言いましたけど215キロじゃないですか。です、ね、まあ、今回ねちょっと試乗でちょっと乗っちゃいますけど、はい、215キロです。なんか動かすのが申し訳ないですけどいやいやいや、しょうがないですね、はい、だって新車の香りしますもん、はい、新車ですよ、はい、だから登録3月ですからね。
今何月ですか4月です、はいはい、あごめんなさい登録ごめんなさい2月です正味1ヶ月ぐらいしか多分、はいはい、乗ってないんじゃないかっていう、はい、そしてですね、相変わらず、はい、クラッチが重い重たい、はい、こっちですよね。シフトは、まあ、この硬さはあれでもさっき足あの、はい、いつも言う足のあれ、はい、説明しなかったですね。ペダルですね。ペダルはでもポルシェ全般こうちょっとこう、はい、重心に向かって、じゃアルミも、はいね、ちゃんと、まあ、暗くて見えないかな、はい、アルミペダルになってます。アルミペダルになってますね、はい、そしてシフトのこの硬さはいいんですけどクラッチが重たいんで、はい、この辺ちょっと慣れというか、うん、好き嫌いはあるかもしれないです、はい、よいしょ。でもこのスポーツモデルってクラッチ硬くないとダメじゃないですか。いやまあまあそうですね。そんなよいしょっていう車外強化クラッチほどではないんですけど、はい、まあまあ重たいです。僕は全然好きですけどね、はい、このぐらいの方が。だって言うてこの車300キロ出るんですよね。そうです、はい、300キロですよ。300キロです。でも今回もちょっとね、はい、車両紹介はもう3台目っていうことで、はい、ちょっとお伝えがなかなかね、はい、伝えるところがなかったんであれだったら知りませんけど内容が薄かったっす、ね、薄かったかもしれないですけど、はい、やっぱりこうやっぱ乗ってなんぼの車だじゃないですか、はい、ちょっとツッチーが市場で取り返すってことなんで。そうですね、はい、いやもう最高なんですよ。もう名古屋店で乗らせていただいて、はい、高速も乗ったんですけど、はい、もう超いい車だなと思って、はい、ただ本当に女性うちのかみさんとか、はい、女性の方には、はい、もうめちゃめちゃ嫌われる車だなと思って、はい、うるさい乗り心地悪い、はい、狭い、はいはい、けどこのいやでも本当に、はい、だってあれじゃないですか男の車じゃないですか、はい、今でもあんまり男性女性差別でしちゃダメなんですよ。あそうですね車好きの車、ね、そうですね、はいはい、いやいや まさにそんな感じですよ。そうですよだって NA マニュアルミッドシップ6気筒6気筒、はい、最高です。でもそして右ハンドルですよ。いや右ハンいいっすよね。右ハンでだってないっすよね、はい、今こういう車ってマニュアルで、はい、でも718ってこう、はい、名前の由来にもなってる、はい、なんかポルシェで昔718っていうレーシングカーがあったんですか、はい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 、550コービーですね。あそうなんですか、はいはい、それ4気筒なんですか。4気筒なんです、はい、だから若干の矛盾が感じるっていうふうに、はいはい、なんかその自動車評論家の人も言ってました、はいはい。でも結局でも718になってから全部4気筒がなくなったわけじゃないじゃないですか。まあ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 そうですね、はい、だからまあちょっと番外編みたいな感じになっちゃいますけど、だから伝統で言ったら4気筒なんだけど、はいはい、やっぱりなんか北米市場がなんか6気筒とか大排気量がやっぱり人気みたいですよ、はいはいはい、だから718のダウンサイジングされてから、はい、やっぱり売り上げがちょっとこう不振になっちゃって、でもさっきもちょっとちらっと言いましたけど、そのグレード、はい、S とまあ、ノーマルと S と、はい、T と、はい、GTS と、はい、GT4 で、はい、S と、はい、さっきも GT4、はい、じゃあね、S と GTS か、はい、S の方が速いんですよだターボは偉大なんです。そうです、はい、でもやっぱりそうだけど速さじゃないんですよ。やっぱりこのね自然吸気を、はい、導入してくるポルシェの男気。そうです。だそれ言ったらマニュアルだってそうじゃないですか。そう速さで言ったらもう絶対ピリ行けじゃないですか。そうだからね、そこはやっぱりポルシェ。そうですよ。いいなと思いますよ。ロマンなんです。はい、いいなぁ。もうこんな車ないっすよ、もう。ないね。もうなんか全身で体感できますよね。そうねモータースポーツ、はいはい。車の動きを。で、シートもね、すごい。いいね、標準のシートでいいんですよ。ポルシェとマクラーレンの本当にシート、はい、本当僕好きです。でもやっぱりそのまあどうしてもね、まあ、GT3 と比較にならないと思いますけど比較されるじゃないですか。でもこのシートだったら長時間乗れますよね。確かに GT3 って正直 そんなに長時間は乗れないじゃないですか、はい、さっき女性の方っていうか、まあ、登場者の方も、はい、あんまり嫌われるんじゃないかって言ってますけど、はい、GT3 に比べたらもう全然、ね、ああもう全然全然ですよ。街乗りで使えますよ、はいはい、これでちょっとね、はい、まあ、例えば埼玉から箱根行こうかみたいな感じでも全然行けますよね。行けますよ。あとはもう足硬いじゃないですか、はいはい、まあ、そのモータースポーツ好きな人はこのぐらいちょうどいいんですけど、硬くてもこのシートだったら割とこうシートが吸収してくれるんで乗れちゃうんですよね、はい、だ多分結構でもお客さんとかでも、はい、多分なんだろう昔からなのかな
例えば旦那さん走りが好きで、はい、奥様もその時から、まあ、例えば一緒に車乗ってる方で、はい、こういう車乗ってるのも何とも言われない方 いらっしゃいますよ。いらっしゃいますよね。そういう方は全然いけると思いますよ。前の車に乗り心地いいじゃんっていう昔ありましたよ、そういうので、だ好き嫌いは結構分かれちゃうじゃないですか。好き嫌いとか慣れとかもあるじゃないですか。そうですね、そうですね。いやもう超いい車。だから一概に、ね、そういうので言っちゃいけないのかもしれないですね、僕たちも。確かに確かに、そうですね。さっきの男の車とかそういうのもダメだっていうのもあれですし、どうすか乗ってみて。いやもう最高です、最高です、欲しいです。ちょっとスポーツ行きましょうか、はい、あれですね、ブリッピングもついてるんですよね。そうです、ブリッピングも、はい、だから僕みたいな下手くそでも、はい、ガンガンシフトダウンしてくるっていう、はい、名古屋店の、はい、動画紹介した時にコメント欄でありましたよ、はい、スポーツで走ってもらいたかったって。あ、今走ってます。テンションが、はい、テンションが上がりすぎて忘れちゃうんです。表現しますね、めっちゃいい音してる。もうちょっと回してあのカーンって音を聞きたいんですよ、はい、僕は、はい、ポルシェ独特の、はいはい、ただギア比が結構ワイドなんで、はい、だって聞きました、2速で130キロぐらい出るらしいですよ、これ。あ、それ知らなかった。2速でデビューした時に、はい、海外 の, そのメディアの人から、はい、もうギアがワイドすぎつって言われたらしいですよ、うんうんうん、2速でだからもうレッド2速でレッドゾーンまで引っ張ると130キロぐらい出る、はいはい、クロスしてないんですよね、はいはい、だから8000まで回りますね。そうそうそう、回りますからね。カーンっていう音はもうポルシェしか聞けないじゃないですか、はいはい。でも足回りやっぱりちょっとスポーツでゴツゴツしてる感じしますけど、ロードノイズとかノイズ関係は全然ですね。あ、もうエンジン音しか聞こえてないですよね、はいはい、エンジン音めっちゃ聞こえますね。エンジン音すごいいい、いい感じで聞こえますね。最高です。でも ないでしょうね、もうこれ。いやもうこの車ないですよ、うん、いろいろマフラーの音もエンジンの音も聞こえて、うん、このステアリングの入力も、うん、ワンダリングってその路面のこのインフォメーションがもろにこうハンドルに伝わってくるって、うんうん、本当に結構こういう車乗るとバイク毎回僕同じコメントしてるんですけど、うん、バイクみたいですよね。バイクみたい、あ、引っ張っていく感じの、うん、トルクじゃない感じ、体で感じる感じが、うんうんうん、めっちゃいい音してる。いいね、最高です。ブレーキ効くし、そうね、これちょっと峠行きましょう。峠、箱根行きましょう。箱根買って買って。じゃ買う方法を教えてください、小島さん。そうね、じゃあ今回ちょっと見積もり出してみて、ちょっと数字を当ててみましょうか。なんか、あ、そうしましょう。叩き台で、はい、はい、じゃちょっと後ほどそれはやらせていただこうかなと。僕の勝手なイメージなんですけど、うんうん、GT3 って、うん、もうさらに僕みたいなサラリーマンじゃ、はいはい、もう絶対手の届かない、はい、もうなんか本当に、仮想通貨で送り人でもらわないと買えないなって感じですけど、なんか GT4 はもしかしたら、手が届くんじゃないかな、ワンチャンあるかなって感じ、ね、で今後これ降りてくる可能性もあるじゃないですか、はいはいはい。じゃあワンチャンいけるかどうかっていうのちょっと数字出してみましょうか。ちょっと買う方法、はい、ちょっと偽装商談でツッチーと私の偽装商談で、はい、教えてください。やりましょう、ちょっとそれも、はい、いやでもその高額な車買う人って結局そういうことですよね。そう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 、うん、はい、そ、全部払うつもりで、いや、ないですから、はい、ですよね、はい、まあ、そこら辺もね、後でちょっとゆっくりといきましょう。だって市場っていうか某中古車サイト見ましたけど、はい、値段全然起こってないんですよ。そうですね、はい、びっくりっすよ、はい、乗ったらまあ落ちないだろうなって分かったんですけど、はい、これ欲しいっすもんだって、はい、あとじゃあさ、あの、言っちゃいますか、なぜ手放したかシリーズ。ああ、そうそうそう、はい、このオーナーさんもボンチャンネルよく見ていただいてるみたいで。そうなんですか、はい、あの、楽しみしてますということなんで、ちょっとプレッシャーを与えながら、そっちに、ね、車はすごい気に入ってらっしゃったんですけど、はい、ちょっとなんか駐車場がちょっと場所的にちょっと入りにくいってことで、はい、段差がとか坂道がってことですか。そうですね、それも、あの、坂道というか車高も含めて、はいはい、全てにおいてちょっと、
若干違ったかなっていうので、まあ、お値段があるうちにっていうことで。ああ、はい、そういうことなんですか。そういうことですね。はい、実際使ってみたらその、はい、駐車環境的に使い勝手があんま良くなかったと、はいはい、そうですね。結構前も低いじゃないですか。絶対コンビニ前から行ったら絶対ダメですよね、はい。まあ、それはね多分分かってらっしゃると思うんですけど、やっぱり中ね、こんだけかーって気持ちよく走って行って家着いてちょっと大丈夫かなってなっちゃうと、あ、確かに確かに、うん、あるかもしれないですね。まあ、ちょっと詳しくは分かんないですけど、うん、別の担当がちょっと回答させていただいたんで、うん、あ、そういうことなんですか。まあ、そういうことをおっしゃってましたね。逆にあんまりこう何ですか、走行距離少なかったりとか、はい、コンディションが良すぎると心配になっちゃいます、ね。はい、逆に心配になっちゃう部分はありますけど、やっぱね、直接やっぱり買い取りさせていただくと、そういった理由もちゃんとご説明できるので、あの車は全く本当にご心配いただかなくて。逆に買いじゃないですか。買いです、買いです、絶対買いですよ。だってほぼ新車が、新車です、新車です、新車ですよ。だってポルシェなんて登録済み新車なんて、はい、そんなに新古車なんてそうそう出てこないです。そうそうそう出てこないです。でオプションがねこんだけついてますから、もうすごい、あっちのねクラブスポーツのあのパッケージもいいですけど、はい、でも実際座ってみるといいですよね。こっちのシートの方が助手席はいいです、まあ、だからその辺は好みじゃないですか。好みですね。もっと走りをこう全身で体感したい人は、はいはいはい、もうクラブスポーツパッケージ、はいはい、でもクラブスポーツパッケージもいいですけど、はい、これレカロ入れてもいいですからね、また後で。確かに確かに確かに、うん、助手席はちょっとこうゆったりした感じで、助手席、運転席だけちょっとスポーティーな。いやもう最高です、最高なんですけど、ちょっと今回はあの距離薄なんでやめときます、はい、一周で、はい、もう一回カーンを聞けたからいいんです僕は、はいはい、いやーもう欲しい。まあね、あの本当のパフォーマンスはいろんな動画出てますから、そちらの方で見ていただいて。はい、それではサラリーマン、ツッチーパフォーマンスが、はい、もし AT4 を買うなら、買うならどうすればいいかって。はい、そうですね。今回ちょっと作戦を考えています初の試みということで、ちょっとね、うまくいくかどうか分かりませんけど、一応ちょっと商談形式、こういう見積もりをちょっと作らさせていただきました。で一応今回、まあ、一応車によってちょっとそのうち市場で値段調整したりするんで、一概に今この金額だっていうのは言えないですけども、今現状出てるのが1390万円という形で、だいたい総額でいくと1448万円、諸経費入れてですね、いわゆる乗り出し価格だ。そうです、全部入れてですね、はい、で通常でいくと、まあ、例えば60回、だいたい皆さん60回組むこと多いんですけど、ローンですと、月々226,100円無理ですね。はい、まあ、そこはだいたい無理なんですけど、やっぱりまあお車乗りたいじゃないですか。でもそのじゃどうやったら乗る方法があるんだっていうところで、一つ方法としては、これ単純に60で割ったらちょっとするね、60回ですよ、まあ、金利も含めてですね、はい、金利も入っての金額なので、はい、まあじゃあ土、じゃあ5年乗りますと、はいはい、5年後は、まあ、手放すかどうするかちょっと考えますと、とりあえずでも5年間乗りたいぞと、100人回取りますって、そうですね、はい、はい、というところでいくと、まあその残価設定みたいなのもあるんですけど、このステップアップローンっていうのがやっぱりうち結構頻繁に皆さん組まれてるんですね。でそのローンでいくと、まあ、ざっといくと月々が8万円、だいぶ違うっすね。そうです。で一応ボーナス15万円で乗れますと。でボーナス15万なんで、15万プラス8万なんで、はい、23万円にはなりますけど、はい、一応月々8万円で乗れるぞと。そうするとだいぶ現実味が現実的です。で一応じゃあなぜ乗れますかってところでいくと、その、まあ、こういう形でいくと、仕組みとしてはこういう形でいってドンと上になるとかですね。あ、最終が、最終がです、最終が。でこの計算でいくと、はい、最終が833万円、はい、5年後に833万円払うか、はいはい、もしくはそこで組み替えることができるんですよ。あ、なるほど、なるほど。最長プラス2年かな、はいはい、までその830万を組み替えて、今度その例えばの話ですけど査定をしましたと、その時に750万円でしたと、はい、じゃあ80万出さなきゃいけないというところであった時に、ちょっと厳しいかなって時に、もう一回じゃあ値段多分800万から600万700万ってポルシェって値段すごい落ちるの遅いんですよ。あ、そうですね。だもうちょっと、まあ、車も気に入ってるし乗ってみようかってところで帳尻合わせて組み直すっていうのもできます。あ、もう一回残価を設定する。そうそう、残価を設定するっていうのができます。だから一回その5年後に
考えましょうかっていうプランですね。もしこれ例えば買取の金額をこの残価の83万円より高かったら、はいはい、手放して次の車を受け取るってことですね。できます、できます。はい、あとごめんなさい、すみません、これ一応、はい、あの頭金が大体1割なんで、はい、140万円は入れていただいているという金額ですね。1300万円で組んだ場合、なるほど、という金額になります、ね、だいぶ現実味が月々その20万、まあ、22万だと逆に5年後になった時にもうゼロになるんで、はいはい、それが、ま、満額もらえるっていうのはあるんですけど、だから月々乗れます、8万円で乗れますよっていうのは、まあ、あくまでも5年後にそれが選択肢が必ず来ますよってことなので。でもそれだったらそう、結構皆さんこれ乗ってる方多いんですよ。あとはその法人様でも月々経費で月々いくら使える、その金額、使える金額で選ばれることが多いので、だから結局皆さん5年間乗り続けるって方もいらっしゃいますし、5年後にちょっと車を買えるとか、1000万円を何年で使うかってことですね。はい、そう、5年後にどうするかって決められるのっていいですね。いいと思います。はい、もしあれだったら逆に攻めちゃってもいいわけですよ。はい、攻めちゃってもいいです。はい、その買い取りの金額ってもう5年後って誰にも分からないところで、はいはい、ギリギリのところで、はい、でこれのいいところっていうのは逆にあと例えば臨時収入ありましたと、あいう時にボンって入れて金額減らしてもいいです。なるほど。で一つデメリットを言っておくと、やっぱりその金利が最後までかかるので一番後ろが大きいわけじゃないですか。だから金利は多少かかります、通常よりかは。でも今うちで金利が 2.9% なんで、まあ、もうちょっと安いところもあったりとか、ね、もう高いところもあったりするんですけど、まあ、そういったところが一応デメリット。なるほど。はい、あとはその5年後の数値が何て言いましょうか、金額的に差があるかないかっていうところですね。だから極端に言えばこのいくらでも決められるんで1000万1200万ですっていうのもできるんですよ。あ、だからそれだとちょっとさすがに5年後1200万ってないでしょって話なんで、そこはちょっとお客様にもおすすめはしないです。だいたい私たちもこれぐらいだったらそんなに痛手は負わないんじゃないかなって金額というのがこのプラン。いや、だいぶ現実味がですよね。はい、結論から言っていいですかね。はいはい、僕独身だったら買いそれ誰でも買うわちょっと家族がいるとちょっとサラリーマンだとこれでも厳しいかなっていう、はい、でも一つあれ今回このお車でやってましたけど、これ1300万だとどれでも決められるんですよ、このプラン。はいはいはい、だから例えば今回 GT4 で紹介させていただきましたけど、じゃあ今度 GT3 でもいいんじゃない、いけるんじゃないかとか、手が届かないとかって言ってた、ちょっと AMG とかでもいける、ゲレンデでもいけんじゃないかとか、ある程度数字が残せる車だったらいけますよ。はい、それが今1300万の車が多分1000万の車だともうちょっとレートがされるわけじゃないですか。じゃあこれが981にして900万円になったりとか、はい、それをもっともっとできます、できます。だそういったところもありますし、はい、だ本当に実際僕も自分で車今買おうと思ってますけど、これ使おうかなと思ってます。あ、そうなんですか。はい、まあ、月々いくらでどれぐらいで、あ、じゃあこれで乗れるなっていうのがあるので、そういう作戦があるんですか。作戦があります。はい、これはまあもう今結構一般的にはなってますけども、実際数字として落とし込んでみると、あ、ちょっと現実が見えてきた。確かに感じますよね。その辺の支払いも含めて小島さんにご相談いただければ、はい、そうですね、いろんなものが提案できる。ざっとね、今ご相談させていただきましたけど、まあ、いろんなプランでご相談させていただければ、まあね、ご希望に近い数字出せると思いますので、ぜひご相談いただければと思います。でこれ逆に981でスタートしたら、もう981って最初の額がもう終わってるわけじゃないですか。でもっとゆっくりなわけですよね。もっとゆっくり、はい、残価もしかしたらもうちょっとこう、うん、少なくともするかもしれないっていう、はい、だから、まあ、さっきそれ言っちゃうかって言ってましたけど、そうでもその最初の額はもうだって別にポリシーに限らずじゃないですか。そう、はい、だから輸入車を買うのこうポイントとしてはやっぱり1000万の1200から1000、まあ、2000万ぐらいってやっぱり流動的にはすごい動くんですよ。はい、だからまあ本当は1000万以下ぐらい、1000万ぐらいからの方が、まあ、なおさらこう数字が有利になってくることが多いと思います。でもちろんその新しい車は新しいの車に乗れるっていうメリットがあります、ね。まあ、乗れる。でも新車からしたら全然得ですからね。まあまあまあもちろん、はい、ありますね。はい、だからそれが通じなくなってきてるのが今でいうとゲレンデなんですよね。結構
確かにゲレンデ全然値段落ちないですから、ね、逆に言ったってもう350のプレミアついてる。そう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 、もうあれ完全にもうやられましたね。あれは本当に商売としては失敗しました。もっと強気で攻めてくればよかったなと。車種含めていろいろ作戦を練った方がいいですね。そうですね。メインシップとか型式とか、うん、でもやっぱりでもこれ車っても数字ばっかり見てたらつまんないじゃないですか。やっぱ乗りたい車にこれでいけるっていうんだったらもうそれは GO です。 GO です。はい、はい、それじゃ最後にやりますけど、はい、毎回お知らせしてるんですけど、はい、買い取りもまだまだ募集中ということで。そうですね、今回もですねこういったお話いただきましたし、まだかなり買い取りの方もお話いただいておりますので、まあ、全国どこでもですね、まあ、ちょっとこういう時期でありますけど気をつけてお伺いさせていただきますので、皆様からのお問い合わせをお持ちしております。はい、というわけで今回はポルシェ718ケイマン GT4 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。